とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、古代狩り来てます。アイテムまたね、いっぱいいっぱいになったんだよね。で、平日、昼間なんだけども、嬉しいことに、パーティーに入ってきてくれましたね。あ、いいのね。やっていきましょう。今日は、最近、分かったこと。90% ぐらいだったら、かなり出る。だよね。うん。90% で来ると、やっぱり、かなり出てきてくれるので、いい感じです。よし、一発目。出ました。あ、押した?ああ、押してたのね。おーおーおお、魔術師。まあ、ワンチャンあるかな、魔術師は。OK です。次行こう。よし、また来た。呪われた存在か。大丈夫か大丈夫か。よし。いったね。魂のクロスボウ。外れですね。で、相方がカトラス。外れ。よろしくないね。一周目おしまい。なんかいまいちだったね。二体か。で、しかも二つともノーマル品っていうのがね、ちょっとよろしくない。ファイアボルトスローは、これはね、ダイナモあった時はすごく強かったんだけど、今はもう使わないかな。あの時の強さが戻ってきてくれればいいけどね。ない。ノーマル品ばっかりだな。ええー、ひどいな。え、ひどいね。ええー、なにこれ。全然ダメ。なんだこれ。一周目全然ダメです。二周目行こう。よし、二周目いい感じ。チェストが14。でもシークレットが3なんだよね。ということは3つ、ハズレがあるっていうことね。わかりました。あー、ここはそうか。変更ボス持ってるから、要注意。いやいや、そうでもなかったぞ。また?二人ともエンターテイナー。ノーマル品の嵐やね。ユニーク出ないな。おー!いいね。いい感じ。ここは星なき夜が出る。出てない!あっちが不安定で、これが虚無の弓。ノーマル品かい。ノーマルしか出てないぞ、今日。おー!また出た。珍しいね、こんな、ポンポン出るの。もう、一周目でこんな、来るのは珍しい。ああ、スプラウトかい。外れです。もしかして、相方も?スプラウト!二人して今日は運がないね。それでは二周目、おしまいです。調子が悪い。調子悪いよ。古代人出てくるんだけど、全部ノーマルだもんね。話になんないな。これもいりませんね。このペットのコウモリって攻撃してくれるの?してくれないよね、確か。あのコウモリは。フレイル、いらない。出ないね。今日はほんと出ない。まあ、こういう日もあるわな。リフレッシュ付き。でも他が良くないね。いらない。グレートアクスブレード。次。あー、ダメか。ダメか。よろしくないね、ほんと。ということで3周目行きましょう。これ最後はね、来るよ。チェストの数9。9は来る。よし。ここなんか出た気がするな。なんだ、またノーマルかい。あ、でもまあ、ミステリーならば、あるよ。ミステリーはある。よし。まあまあ、一個当たりです。よし。二つ目。でも、なんか、少ない気がしてきた。二つ目のダンジョンが、一個もなかったんだよね。これはちょっと厳しいかもしれないぞ。何?
槍と乱射。ひどいね。今日本当にひどい。おーし、来た来た来た。最初のエンチャンターだね。こいつは何か出したっけ？あ、いや、じゃあバトルスタッフとかそういう感じか。なんか出た。あー。おー、二人ともまあここは、ユニークが出たけども、微妙じゃないかな。それでは、三周目終わりましたね。なんか出てこなかったな。ユニークが全然なかった。おおお。あー、デスバーターか。でもね、雷のフォーカス入ってないから使いにくいか。エナジー入ってるのはいいんだけどね。エナジーと、デスバーター。これはありなんだけど、他がよろしくないね。ファイアボルトもいりません。次。お、ピグリン。いらないな。いらないね。次。あー、全部ノーマル品。いりません。ダメか。ダメか。これ補充したらさ、次160とかになる。おー、シュルカー。いやー、良くないね。160。これ160すると320？これどこまで上がるの？ちょっともう一回やってみる？ 320！ おいおいおい！使いすぎ使いすぎ！はい、ということで、見てみましょうか。全然だな。まあ、ワンチャンあるのはミステリーかな？魂クロス。使っていけません。魔術師、よろしくない。虚無、いらない。エンターテイナー、いらない。スプラウト、いらないね。まあまあまあ、ノーマル品だしね。で、乱射のクロスボウはもちろんいりません。心を奪うもの、いらないかな。これ、ね、惜しいのよね。吸血がもともと入ってるっていうのがよろしくないんだよね。レベル1の吸血なんてそんな回復しないんで、入ってない方がいい。3入れれないっていうことでこれはよろしくないな。ではミステリーワンチャンどうだ。おー、ポーションクーズルダウン。あー、でも下が良くないね。重力ついてるのもね、どうもいかんね。ダメだ。はい。ということで、まあ、90% 近く、88% とか、それぐらいにすると、古代人結構出るのよ。外れはほぼなくなったんだけども、ユニークが出ない。で、ショップでもいいのが売ってない。なかなか厳しいです。はい、ということで、今回はこんな感じでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。